私はその、そういうことはもう少し時間をかけて考えるものだと。ごめんなさい、ラウル。私は自由に出歩けないんです。そうですか。じゃあ観客席で私を見守っていてくださいね。お願い。5番ボックス席には二度と入らないで。今日も舞台上のあなたを見られるなんて本当に嬉しいです。クリスティーヌ、答えてください。僕を、ラウル・シャニューを覚えているんですか？10年という時を経て、僕たちがこのオペラ座で再会するまでは。では、楽しい夜をお過ごしください。先に舞台に行ってますね。クリスティーヌ、また後でね。それでそのボックス席なんですけど、怪人の席なんです。オペラ座の怪人の指定席。念のため単独行動は絶対にしないでくださいね、クリスティーヌさん。若くて可愛いが人脈がないせいで出世できないかしら。わかりやすい悲劇のヒロインだからな。このアホらしい手紙を見てくださいよ。オペラ座の怪人とかいうやつが送ってきた要求書なんですがね。私が聞いたのは確かに男性の声でしたから。それもとても重厚で甘い声。クリスティーヌ、なんか色白くない？クリスティーヌ、これ絶対白いよね。これハテナついてるもん。だってクリスティーヌ、クリスティーヌ、いつからここにいたんですか？クリスティーヌ、ちょっと、よく見ろよ。お前とサイドが違うだろ。あなたが急に現れて驚きました。僕に言いたいことでもあるんですか？怖い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 。リバーブ入れよっか。言いたいこと？ええ、言いたいことがありましたわ。私の仲のいい友人にね。どうしたんですか？あなたは私の友人以外の何者でもないでしょ？僕は、あなたを愛しています。僕の愛は何も変わってません。本当に私を愛してるんですか？元気でね、ラウル。